リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、本日はねちょっと聞かない汗が映りますが、シェフィーさんとお風呂でございます。でかくなったね、本当に。ちょっとね今一緒にお風呂入って、歯ブラシでねこういう感じで皮をね脱皮の皮を剥がしてあげたりマッサージをしてあげてるんですけれども、このね鼻のここのところに溜まっちゃったりするんですよね。そういうのちょっと取ってあげます。まあ、顔の周りはちょっと嫌がりますけれども、はい。でここでねこういう風にやるからなんですが、陸地がね今結構深く水溜めてるので私の足を陸地代わりにしてます。可愛いんだけどね。はい、こんな感じでやっております。ちょっとあんまりね内側を映すと私はあの水着とかも何もつけていないので、あの生まれたままの姿なんですけれども、はい、脱皮がね結構始まっていて、ところどころね脱皮の皮が残ってしまっていたので、今日も脱皮側をね取ってって感じです。そう、爪がねちょっと長くて少しだけ爪で引っかかれて傷になりましたが、爪切りは先ほどやりました。この辺がね気持ちいいみたいです。ちなみにねこの口の横にやると怒ります。ちゃん大体そうかな、まあ、嫌がるのであんまりやりません。あとやるときは両手でちゃんと押さえて、この鼻の周りをね脱皮の皮余ってるしまってる部分ね取れてなかった部分をやってあげるっていうときはやりますけど、ちゃんとそのときはヘッドコントロールしてあげないと指噛まれる可能性があるのと、一回噛まれたことあるんですけど、まあ顎結構頑丈なんですよね。なんですると結構一噛みでもねめちゃめちゃ血が出るぐらいで鋭いんでね、あのパクッと切れちゃうんですよね。なんかカッターとかでスッと切ったような、なんかすに痛みはないけれども血出てきちゃったみたいな、カッターより紙かな、なんか鋭いものでシュッと切っちゃったみたいな感じの傷になります。であんまりねグッと思いっきり噛まれてしまうと多分肉までいっちゃうので、その辺はね気をつけながら接してあげるって感じですね。で人によってはねこの風呂にこの子を入れてると、この子の脱皮皮とかがいっぱいお風呂の浴槽の中に入るから汚くねって言われる方もねいるんですけれども、あの人間はその後シャワー浴びるんで普通にあの問題ないです。あの普通に浴槽に一緒に使ってこういう感じでマッサージしてあげて、で自分自身はその後シャンプー、リンス、ボディソープをして、で、シャワー浴びて出るんで、この浴槽にもう一回使ったりはしないんで、そんなに別に汚いってことではないですね。うんちしてるわけでもないですからね、問題ないと思います。いやそれにしても気持ちよさそうだね。気持ちよさそうだからずっとこう足に乗ってておりますので、私も少し足出せるんでのぼせ防止にもなりそうかなっていうところで、結構ゆっくりと、もう実は40分ぐらい一緒にお風呂に入ってます。でちょいちょいこうやってねマッサージしてあげたり、今度特に何もせないでこうやって撫でてあげたりって感じですね、うん、よく慣れてくれていると思います。ちょうどいいんでしょうねお湯の温かさとか、ただ全部使ってるのは嫌、まあ、そりゃそうですよね。人間だってずっと使ってたら嫌にはなりますし、はい、そんな感じですね。いやーかわいいわ。この時はね頭のこの辺まで OK です。でもやっぱり口のこの横の部分を触っちゃうと万が一噛まれたら大変なんで、そこはねデッドゾーンですね、うん、そこ触って噛まれた場合は自己責任です。
今片手でね動画を回してるんで指避けきれる自信がないですね、コバさんは。ほらちょっと嫌がるでしょ、この辺、この辺、この辺はね嫌なんですよ。嫌なところは触らないって感じですね。なんかプシュプシュ言ってる、完全に寝てるんだよね。この辺はね、気持ちいいって、まあ、自分じゃこの辺カリカリできないからでしょうね。首のこの辺は壁にゴリゴリとね、押し付けていたりするんで、あれですけど、はい、そんな感じです。今日はシェフィーさんとお風呂タイムですごい可愛いのが撮れそうだったんで動画を回してみました。可愛いね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。